君たちは何様だ。世界を救うヒーローか。日本政府に問い合わせたところ、君たちの行動に関しては一切預かり知らんと。私は防衛省障害事務官の命によりこの任務を遂行しているまでで。作戦指揮を取っているのは石神とかいう役人だろ。現在行方がわからんそうだ。しかしそもそも今回は対象が早草。重大な犯罪行為だ。君たちの行為は他国に対する主権侵害に当たるんだ。日本が出てこなくても国連で方針が決定される。それとも国連も敵に回すのか。これ以上の勝手は慎んでもらう。貴様もな。そもそも忍者なんていう前時代の亡霊に好き勝手に事態をかき回されては甚だ迷惑だ。しかしまだ。黙れ。さあ、状況を理解してもらえたなら言っていい。時期来る迎えの間で即刻日本に帰れ。以上だ。退出したまえ。繰り返す。退出したまえ。ごめんなさい、こんなことになって。君のせいじゃない。石神さんはどういうこと。連絡が取れないし、クリフにも注意しろって。クリフも無事なの。落ち着くんだ。あの子の前では強い母親でいてくれ。そうね。本当はね、カンナは私の子ではないの。姉がクリフのお兄さんと結婚して、カンナは二人の子。あの子は声が。事故があって姉とお父さん両親を亡くしたの。そのショックで声を。私が引き取ってもう一年経つけど。カンナ、どうしたの。お腹すいた。パパ。ちょっとカンナ、いきなり何よ。カンナ、ママを困らせないで。ごめんなさい、急に変なこと。いや、父親か。考えたこともなかった。誇らしいよカンナ。おい、あんたたち、お迎えだぞ。おい、クリフ。あ、よかった。襲撃された時ちょうど戦争にいてね、そのまま隠れてたんだ。カンナは？ええ、大丈夫。すまない、約束したのに。ううん、二人とも無事ならそれで十分。石神の話は聞いたかい？いえ、あなたの言った通り。となるとどうするか。一度本国に戻って支援要請を。石神さんのことも何かつかめるかも。それにこのままだと身動き取れない。米軍もなんで急に。なんか事情があってコソコソしてる気がする。どうも気なくさい。ハヤブサ、あなたは？俺は里に戻る。一つ確かめたいことがある。それじゃ決まり、ヘリを手配しておくわ。早速日本へ。気をつけて。すぐ戻る。ここでいい。
の魂を借りるぞ、ジャニー王よ。
Come on!
Fuck!
Ha!
リュウさん、じっとしてください。リュウ様、早く良くなってまた稽古つけてください。だいぶ楽になった、サンジのおかげだ。サンジがリュウ様を見つけてくれたんですよ。そうか、助かった。子供扱いできんな、サンジ。稽古はいつでもつけよう。やった。里外れのいおりにて嬢様がお待ちです。共に参りましょう。リュウ様、お体は大丈夫ですか？心配かけたな。もう大丈夫だ。ご無事で何よりです。ああ、サンジのおかげだ。ほら、しっかり的の中心を狙って。おみつ。リュウ様、ご無事で安心いたしました。手入れしておきました。どうぞ。すまないな。いえ、でも変わった弓ですね。ほら、よく見ておきなさい。よく手入れできている。なんと。リエ様、ご分お祈りいたします。おう、リュウ様。父上に会われるか。ああ、ジグモの輩がまた暗躍しとるようですな。まあ、里はお任せくだされ。こやつらもおりますし、まだまだ半人前ですがな。頼りにしているぞ、源次郎。まだまだだな。やっぱ竜様はすげえや。稽古楽しみにしてます。リュウ様、お待たせいたしました。参りましょう。ああ、行こう。
こちらです。No!
Oh!
その脈動は呪詛が全身を蝕んでおる。解く手段は？わからぬ。かつて同類の呪詛を追いし竜の忍者が一人、今はの際に闇に飲まれ竜剣のみが残されたと聞く。邪神を切るために玉割りし竜剣、切り殺したあまたの汚れが溜まっておったら、その腕、その汚れを増幅し命を奪う下法と知る。一族に伝わる竜剣の呪いは幾世にも及ぶ我らが業の攻めくよ。俺にはまだなすべきことがある。闇を生きるは苦難の道だが、闇に向き合い打ち勝った時、あるいは